まずはゆっくり深呼吸から。と思ったぜです。どうですか皆さんちょっとずつね、元気になってきているかなと思います。えー、さて、今回のお話なんですけれども、今回はですね、僕がこう不安を克服するときにどういうふうに考えているのかっていうのをね、ちょっと一つご紹介しようかと思います。 結構、えー、コメントにもそうなんですけども、こういうことをこう乗り越えとうと思うんだけども、うまくいかなくてつらいですとか、こう勇気が出ないですみたいなこうコメントがね、ちょくちょくこう目についてくるんですけれども、えー、僕はですね、何かを克服しようとか思ったときは、あの、克服だとか、そういう難しく考えるよりも、そういうゲームなんだと、うん、えぇ、ー、って考えるようにしてます。そういうゲームなんだ。 でなぜかというと、うん、こう何でしょうねそういう行々しくこういうことを克服,克服しなければならないとか、えー、これが大切なリハビリなんだってこう考えてしまうと何かこう体がうまくこう動いてくれないというかなぜかの僕はわからないですよ皆さんの感覚は僕にはわからないんですけどもやるべきことみたいな感じで。 なんか自分の中で処理してしまう傾向にあったんですよね。やらないといけないっていう。そうすると、なんだかこう、嫌な気持ちになったりとか、体がこう、動き出して、出してね、くれなかったりもしたので、何かうまくいい方法はないかなって思ったときに、ああ、これをゲームだと思ってやってみようと思ったんですよ。そうするとですね、例えば、えー、家から外に行くのが怖い。 っってなった時に家から外に行くのが怖いんだけどもそっから先コンビニまで行ったらコンビニで何かこう本があったり、えー、美味しい食べ物があったりとかねいろんな新しい何かがあるわけですよそしたらコンビニまでは行きたいけど途中が怖いじゃあここをどうやって乗り越えるかっていうゲームとしてこう考えるわけですよねじゃあどうするかというと何が怖いんだろう っていうこととをまず考えたりとかすするわけですそしたら、えー、周りにいる人からどういうふうに見られるのが怖いとかやっぱりどこかで恐怖心恐怖心がね出てきますとで帰りたくなっちゃうとかパニックになったらどうしようとかっていうあたりを考えるわけですでこれをもう全部こう紙の上に書き出していくんですよねでそうするとあのー、この中で一番回避したいのはやっぱりパニックになることなわけですよでそしたらじゃあそのパニックを 対策していくわけですねどういうふうにもうあのクリアしていくのか、ねで。どういうふうにクリアしていくのかって考えたときに、えー、この一個一個のこのチャレンジみたいなものはあるんですけども、まあ、僕はもういつもご紹介するように、あのいつものように、やっぱりこう口から息を吐くということです。これを最終的にあの採用していますで。最終的にって言うとあれですけども、はじめはいろんな方法を使って、例えばイヤホンで音楽を聴きながら行けばいいんじゃないかとか、こう目を、 細めてね、いや、行けばいいんじゃないかとか、えー、サングラスをつけて、目からの情報が怖いからサングラスつけて行けばいいんじゃないか。はたまた全部、メガネつけて、ヘッドホンつけて、マスクつけて、えー、行けばいいんじゃないかっていろいろ試したんですけども、結局その、なんでしょうね、いろいろものをつけてはいて、多少はやっぱり外部からの刺激が少なくなって、 え、したんですけども、結局、心拍数が上がってくると、この外部からというよりは、内部からのこの心臓の独特感が、さらにこう、あ、今緊張してるっていうので、あのー心拍、心拍数が上がっていることが、さらに心拍数を上げてしまう。まあ、心拍数が上がっていることが、自分の中で緊張感を作り出してしまったりしていたので、中のことをどうにかしないとダメだかと思ったわけですよ。で、次はじゃあ中のことどうやって、ね、あのー、 落ち着けてていいくのかっていうとやっぱりこう体を使ったまあ方法というかねがいいなと思ったんですよね。そうしたらいろいろ調べるとどうしても呼吸が結構ブリージングですよねがいいよっていうことが結構目についたんですよ。うん、他にも匂いがいいよとかこうんでしょうねあの念仏像となるじゃないですけども何か一つの物事に。 注意を向けけるのがいいよとか色々あったんですけども僕はこの中でもやっぱりこう戦,戦闘の中でも使えるような、えー、緊急事態の中でも使えるようなこのブリージング特に初めはですねシステマっていう、えー、呼吸を使ったねある種その武術というか武術って言うとあれですけども、えー、海外のね軍隊が使っているようなそういったあの呼吸法があったんですよそれをちょっとやってみようといろいろこう始めたのが今 に至るんですけどもそれぐらい呼吸っていうのはいかにすごい緊急事態であればあるほど、えー、使い勝手がいいというまあもう両手も使わない両足も使わない、えー、これ身につけないといけないっていうわけでもないいつでも使えるわけですね。皆さんも結構見たことあるんじゃないかな映画とか見るとあ、ちょうどこの周りですねあのー えー、こう、オリンピックがあったじゃないですか。こうね、こう、狙いを定めて打つやつとかね、あったじゃないですか。あの人たちはやっぱりこう、すごい冷静な呼吸をしたりし、使った、ああいう人たちもきっと呼吸法を使って、こう、息を吐きながら打ってると思うんですね。ふー、パーンってね。で、皆さんも今やってみてもらいたいんですけども、口から息をふーっと吐きながら、こうやって銃を向けて、あの、手を固定しようとしてみてください。そしたらね、体の力がうまい具合に抜けて、ふー、 でこう狙いが定められて、すごい揺れが抑えられたりするんですよね。けどこれがすごい息が上がった状態。だとこうだと、やっぱり手もぶれるし、緊張感もぐーっと上がってくるわけですよね。まあそれが使え、逆に使える場所っていうのもあったりするんですけども、ね、まあ、それは一旦置いといてと。っていうふうに呼吸を使うことで体の調子を整えたりとか、自分のメンタルの状態をこう整えられるっていうことを知って、で、じゃあ、 よしと。今までこういろんなものを身につけてたけども、今度は口から息をゆっくり吐くこと。これだけを重視しながら、外へ行ってみようってこうやったわけですよね。そしたら、やっぱりこう外へ行く段階でね、あの、こうっと息を吐きながら、いろんなものをと、靴履いて、 あの,あの、玄関の鍵開けてってやっていけば、やっぱり割とスムーズに出ていけたんです。で、あの緊張感が、やっぱ、足とはいってもね、緊張感が上がってくるんですけども、またその時にもう緊張感が上がったことにも気づいて、こうふーっと口から息吐いて、で、また鼻から吸って、ふーっていう自分が落ち着けるような感覚でずっと、えー、呼吸を行いながら、えー、コンビニまで行ったんですよね。そしたら案外大丈夫でしたと。 でそしたらまた別のね、あのー、新しい緊張感があったりとかするんですけどもまあとにかくそう一旦コンビニに行けましたという経験を詰めると要するにその外からコンビニに行くっていうゲームをね一度でもクリアできるとそういうチャレンジをね一度でもクリアできるといけるじゃんっていうふうにこう体も理解してくれるし一度そのできたという感覚っていうのを体験できるっていうのがとても大事だったんですよ。でこのゲーム感覚でやろうと思って こういう,うに取れあに挑戦していけるとやらなければならないとか例えばコンビニに行かなければならないとかね何、えー、でしょうねそういう考え方これはリハビリなんだってやると何かに強制されているような感覚になっちゃって、えー、こういう考えに至らないんですよね。そしてできなかった時にあのー やらなければならないって言って、できなかった時に、やらなければならないことをできなかった自分っていうのをどうしてもこう、自分自身で責めてしまったりとかしてましたし、できない、要するにやらなければならないことっていうことは、みんなにもできるようなことであるということでもあるんですよね。でもそれができない。そんな自分はちょっとっていうふうにこう、あの、気分落ち込んでいたりともしていたんですが、そういうことは一旦置いておいて、ね、あの、そういうゲームなんだと。 ここからここまで、えー、コンビニまで行くゲームなんだと。で、ゲームをクリアしたらコンビニで何か買えますと。そのためにじゃあ、あのどういうふうに考えていくのか、どういう作戦を取るのか、っていうふうにこう、組み立てていくんですね。で、これはゲームなのであの、ゲームにその、いいも悪いもなくて、そういうチャレンジだと。なので、ちょっとずつクリアしていけばいいやと考えられたし、うーん、なんでしょうね。うん、こういうふうに、えー、自分で攻略しよう。 っていうふうにこう考えるのと、あの、さっき話した、やらなければならないっていう、こう、無理やりの感覚っていうのが、こう、入れ替わって、挑戦すればするほど、ゲームのクリアに、こう、近づいていくなっていう感覚もあったわけです。で、そうなってくると、考え方とか、捉え方がガラッと変わってきて、気持ちが、よし、やってみようっていう。ねこう、なんでしょうね。うん、いや、気持ちも、よし、やってみよう。 っていう気持ちに切り替わってね、今までのそのやらなきゃなんないとか、克服しなきゃなんないとかっていうことよりも、えー、あのコンビニに行って何か買いたいから、やってみたいとかね、クリアしたらもっとね、コンビニからもっと先に行けるわけですから、次の駅に行って、駅で電車に乗れるようになったら、その、また次にも行けるわけですよね。っていう、新しい目標もどんどん出てくるし、新しいゲームもどんどん出てくるし、っていう、自分の成長っていう部分にも目を向けられたりとかね、で、チャレンジなので、あのー、失敗しちゃってもいいんですよ。 うまくいかなくたっても、やらなければならないことではなくて、チャレンジなので、そういうゲームなので、皆さんも、その、何かのゲームをするときって、何でしょうね。とりあえずやるじゃないですか。ね。あの、でも宿題とか、やらなければならないことやりたくないじゃないですか。やだなって思うじゃないですか。でもゲームだから、やろうと。ね。自分からこう、やっていくのと、宿題やりなさいって言われるやっぱりこう、受け取り方が違うじゃないですか。 自分からやったことって自分からいろんなことを考えられるのでそういうチャレンジだと思ってねあの物事に取り,取り組めるから自分がチャレンジしたということに対して自分で良い評価を与えてあげられたりよく頑張りましたってね与えてあげられたりあげられたりとかその成長の部分に目を向けられたりとか割と自分には合ってたんです。 もともと僕はこうたくさんこうゲームをする人間だったのでそういうふうにちょっとずつ、あのー、世の中のほとんど全てをそういうゲームだと思ってこう挑戦するようにし始めたんですでそういうふうにやっていくといろんな物事に失敗するんですよもちろんそのうまくいかないこともあるんですけどもじゃあこのゲームをどうやってクリアしようかってこう考えたりとかそのなんでしょうねクリアするために出てくる敵は何なのかと えそのために使えるものは何なのかっていう、この、ある意味ゲーム思考というかね、ゲームを攻略するような考え方で、自分の不安とかと向き合えるようになれたり、慣れたりとかして、ちょっと考え方が考え方というかね、捉え方が変わったんですよね。不安そのものに対してとか、自分のうん体から出てくる恐怖心そのものに対して、自分の体の中にある現象に対してもそうですけども、やっぱりこう捉え方が変わった。それと同時に、 周りの人からの自然が気になるとかっていう、外部のもの,ものに対するこう考え方もだいぶと変わって、あの、そういう人たちからプレッシャーを感じないようにするにはどうしたらいいのかっていうゲームだというふうに考えて、あの、いろんな物事に挑戦したりとかね、するようにできたできるようになったんですよ。で、この,あの動画もそうですけど、うんと、ね、はめやっぱりこう、 画面見てあの動画を撮るっていうのは難しかったし話し方もそうですけど上手じゃなかったとで、えー、見てくれる人もいるのかないないのかな,なんかちょっと恥ずかしいな外でなんかこうカメラ自分に向けてとかねうん自分の顔がとかいろいろ気になって周りの評価もどうなるのかっていうのをいろいろあったんですけどもとりあえずそういうゲームだと思って動画を撮ってみようとでその時に大事にしていたことはやっぱり動画を撮ってあの ネット上にアップするということですよね。それ以外は一旦置いておこうっていうゲームだったんです。要するに、あのー、動画を撮ってアップするっていうゲームだったんですよね。そしたら、それ以外は一旦置いとけるので、どん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 こう、動画を更新していくっていうことができたんですよ。 で、その後のことはね、また、なんでしょうね、あの、後々考えようというふうにできて、そうしたらやっぱりいろんなことが成長していきますよね。例えば動画の撮り方もそうですし、話し方もそうですし、伝え方もそうですし、どういうふうにしていけばいいのかっていうのもそう。で、周りの視線をこう感じて、その緊張感をどう対処していくのかっていうのもそうですよね。結構僕はね、あの、周りの、これちょっと話でずれちゃうんですけども、周りからの緊張感を感じたときに、 それもゲーム化しちゃったりとか、え、するようにしていて、なんでしょうね。気にしないように気にしないようにというよりは、まあそういうゲームだから、まあいいかと <laughs>。見られるゲームだから、まあいいかというふうにこう考えてみたりとか、まあ他にもいろいろあるんですけどもね。そういうふうにいろいろこう考え方、視点を考えることで、あの、なんでしょうね。今まで受け取っていた恐怖感とか不安とかもそうですけども、 考え方そのもと自体が見え方が変わってきたりとかして随分とねいろんな物事に挑戦しやすくなりましたねで今回のお話っていうのは僕がやってきたこととかの中の今、まあ、一部ねほんのちっちゃな一部ですけどもその中でも、えー なんでしょうね。世の中、自分が克服したいとか、乗り越えたいとか、まあ、それ以外にもそうですけども、日常生活もそうですけども、それをゲーム化していくっていうお話だったんですけども、そのゲーム化していくの中のさらにちっちゃなね要素だったんですけども、ぜひね、皆さんも、あの、なんでしょうね。これを乗り越えな,な,なければいけないとか、例えば、うつ病になってしまった。そしたらどうしようかってなった時に、今までの考え方と違う側面を見てみてほしいんですよね。 例えばそういう、うん、スマートフォンの中にもそういう育成ゲームがあったりするじゃないですか <laughs> 育成ゲームみたいなものがねまたゲームの話になっちゃいますけども育成ゲームみたいなものがあるとしてじゃあそういうあのちょっと弱っちゃった生物を育てる、えー、ゲームがあったとするじゃないですかそれをもしそれがあったとしたら自分はどういうふうにそのゲームを進めていくのか ね、えー、例えばちょっとご飯をあげるのがいいの、どういうご飯をあげたらいいかとか、ね、なんか散歩するのがあるなとか、どういう言葉をかけてあげようか、どういうやりとりをしようか、休憩はどういうタイミングで取ったらいいだろうか、で、その生物に対してね、そういうゲームがあったとしたら、なんとなく自分自身を元気にしてあげる方法とか、そのための手段や、えー、ペース、感覚とか、強弱もそうですけども、スケジュールも立てやすくなるだろうし、っていうふうにこう、少し、 何でしょうね。考え方がこう、ガラッとかは変えられたりもするので、ぜひね、いつもと同じような視点で世の中を見ていると、同じ視点で同じものを見ていると、あの、例えば、このスマートフォンありますけども、同じ目線で同じものを見ると、同じものでしか見えないわけですよね。でもこれを クッと回していけけば裏の面が見えるわけですよスマートフォンの裏の面がねでそうすると裏の情報が入ってくる横から見たらそうだしちょっとこう角度自分が変わってもやっぱり変わります見える角度も変わる入ってくる情報も変わりますこれに対するその考え方も変わりますなのでちょっと視点をずらしてみるっていうこともやってみてほしいなと思いましたねはいでこういう視点をずらしたりとか考え方を 変えるというよりは少しずらしてみる。もしくはいつも行っている考え方とかっていうのをあえて自分で疑ってみる。うん、例えばいつ、こういういつもはこういうふうに思うんだけど、でもそれは本当なのかなっていうふうに考えてみたりとか、あの人はこういうふうに言うんだけど、それは本当なのかなっていうちょっと視点をずらしてみたりとかね、するっていうのも結構問題解決につなげられるんじゃないかなと思いました。 さて、えー、こういう、なんでしょうね、僕がいろいろやってきたこともね、あの、ちょっとずつ動画にできればなと思います。ね、他にもその科学的な、その方法とかも、あの、動画にしていきますし、実践は本当にちょっとずつちょっとずつ増やしていきます。何よりも大事だと思いますので、なので、ちょっとずつ、その、自分を、を育てるゲームだという、げ育てるゲームというかね、自分をなんかこう、育ててあげる、 うん、人生ゲームだというか、と思ってね、この動画を見てみると、ああ、これも使えるな、あれも使えるなと思って、そして、あの、呼吸法とかもそうですけども、使えば使えるほど技術がレベルアップしていくわけですから、スキルレベルがアップしていくわけですからね、ちょっとずつ、ちょっとずつ、あのー、自分を育ててあげてくださいね。<laughs> 見てるだけだと育たないので、ちょっとずつ実際に行うことでね、育てていってもらえたらいいかなと思いました。はい。 さて、今回もね、えー、お別れする前にですね、呼吸法を10回だけやってお別れしようかと思います。やり方はとても簡単で、鼻から息を吸って、えー、口から息をゆっくりと長く吐く。これを繰り返します。ポイントは、口から息をゆっくり長く吐くということです。これがとても大事です。なので、呼吸法のやり方もそうですけれども、まずは口から息を吐くところから今,今後やっていきましょうか。鼻から息を吸うんじゃなくてね。では一緒にやってみましょう。口から息を吐いて、ふ 鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。一回、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。 鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きます3回目鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きます 4回目鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。5回目鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。 6回目、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。7回目、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。 8回目鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きます9回目鼻から息を吸って。 口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。十回目、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。おまけにもう一度、 鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きます <laughs> はい、お疲れ様でした、ねえー、少しリラックスできたと思います、はい、でこれもそうですねあの呼吸もあの技術なのでちょっとずつ、えー、回復魔法と同じように 呼吸を使って自分を安心させてあげるっていうね、その部分を育ててあげてくださいね。どんどん繰り返せば繰り返すほど上達していきますから。逆に使わなければね、自分を回復させてあげるための魔法を使わなければ上達しないし、魔法を使わないっていうことなので、覚えていてもね、自分自身は実際回復しないので、どん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 使ってあげてください。はい、そしたらちょっとずつ上達していきますからね。ではまた、この場所でお会いしましょう。 またねちょっとずつね良、えー、くなると思います大丈夫ですではでは